公益社団法人岐阜病院は、岐阜県岐阜市にあり、公益社団法人岐阜病院が運営する病院。精神疾患を専門に診療する、精神科病院である。岐阜市東部、船伏山の南独にある。本院は、昭和3年に、社団法人として創設され、診療科4科、病床数598床を有す岐阜県科、最大規模の精神科病院である。 岐阜大学病院、岐阜県総合医療センター、村上記念病院などの協力病院として、研修医の受け入れを行っている。また、岐阜県内においては、精神保健福祉法第19条の7の定めによる、都道府県立の精神科病院が設置されていないため、本院は、同法第19条の8の定めによる、代用施設としての指定を受けており、 公益法人として運営している。診療面の特徴については、他の精神科単科病院と同様に、外来、入院治療において、精神疾患を扱っているほか、精神科デイケアや精神科訪問看護にも積極的に取り組んでいる。また医師による外来以外にも、臨床心理士によるカウンセリングや、精神保健福祉士による、 医療相談も行われており、医療相談では受診する必要があるかどうかについてを、相談をすることも可能である。その他本院は、精神科応急入院指定病院に指定されている。設備面においては、CT や MRI などの高度精密医療機器を備えている。施設面の特徴については、精神科救急病棟や、老人性認知症疾患治療病棟など、 病態に応じて適切な治療を行うために病棟が細かく分けられていることが挙げられる。そのうちストレスケア病棟では、一般精神科治療病棟では治療ができなかったストレスに起因した精神疾患に関して専門に扱っている。その他の特徴としては、障害者の社会復帰をサポートするための施設である社会福祉法人船福が隣接しており、 地域活動支援センター、船伏や、援護漁、羽ばたきが活動している、園形、ありがとうございます。